晩し、あるところに、それはそれは美しい姫がいました。姫が13歳になった時のこと、母親が重い病気にかかり、起き上がることもできなくなってしまいました。私がいなくなったら、この子はどうなるのでしょう。母親は姫のことが気がかりでたまりません。その日の夜、母親の夢の中に観音様が出てきて言いました。娘の頭に鉢をかぶせなさい。そうすれば娘はきっと幸せになるでしょう。翌朝、母親は観音様に言われた通り、姫の頭に大きな鉢をかぶせました。どうぞこの子をお守りください。